ビンゴルフアレンジマッチプレー対決はい、こんにちは、ジュンです。今日はカメラマンがいないのでカメラやっております。そして今日はですね、このお二人が対決をいたします。イエーイ、イエーイ、ありがとうございます。山本日和選手対、はい、高橋雫選手です。はい、お願いします。よろしくお願いします。これからですね、お二人には特別ルールで9ホールマッチプレー対決をしていただきます。はい、なお勝者には5万円の賞金が与えられます。敗者は0円です。いいですか。はい、今回賞金を提供してくださるのは仙台のドローンスクール、仙台ドローンファーム様です。ご提供ありがとうございます。ありがとうございます。それでは対決ルールを読み上げたいと思います。9ホールマッチプレー、8ホールのスコアによってポイントをゲットできます。ボギー以上は0ポイント、パー1ポイント、バーディー2ポイント、イーグル5ポイント、アルバトロスホールインワンは10ポイント、最終ホールのポイントはダブルアップ2倍になります。9ホールの合計ポイントで勝敗を決めます。 OK パットはありです。はい、お先にはなしなので気をつけてください。はい、それではお二人ともよろしいでしょうか。はい、勝ったら5万円、負けたら0円。山本日和選手対高橋雫選手、リンゴルフアレンジマッチプレー対決、よろしくお願いします。お願いします。はい、イエーイ、今回の会場は神奈川県にある小田原ゴルフクラブ松田コースです。インコースの9ホールを使用します。じゃあ行きましょう。はい、はい、どっちから、じゃんけん、勝った方から。オッケー、じゃんか、じゃんけん、ほい、行きます。はい、高校から一緒なんですけど、うん、チームにいたら最高なんですけど、敵だったら最悪です。上手いから最悪なんですよ、うん、なるほど、はい、特にあのアプローチパターがもう神だから、うんうん、今日は、まあ、最悪ですけど勝ちます。頑張ってください。絶対に頑張ってください。チームにいたら、うん、ボギー言ってもいいやって感じのゴルフなんで、落ち込んでる時にいてほしい感じなんですけど、うんうん、まあ、敵見たらそんなに負けたくないって感じですね。強気ですね。なるほど、頑張ります。はい、頑張りましょう。じゃあまず10番ホール、パー4、 A グリーンなんで373ヤードって書いてあります。よろしくお願いします。お願いします。よいします。安全に。よいしょ。はい。よろしくお願いします。お願いします。ナイスショー。うん。ワンタッチ入った。打たが、いいタイミングで。飛距離はね、ほとんど一緒です。ドライバーの飛距離は。ひよりちゃんがちょっと右の方に来ました。右のラフですね。130ヤードぐらいです。左足下がり、打ち下ろし、
左に巻いてますけど、ナイスオンです。ちょっと木が邪魔かな。120ヤード9番アイアンです。はい、これはフェードを打っていくのかな。もうフェードわかりませんでしたね。今日二人とも練習の時から左引っ掛け気味で、それがそのまま出ちゃってますかね。乗った。日和選手はちょっと左になんかね、ちょっと硬かったんだよね。下が跳ねちゃいました。跳ねちゃってたかも。あるかも。戻ってたらいいね。出しまったかも。怖ない。やばい。最初からやばい。やばい。あったけどさ。あ、待って、違いました。あ、違う？ブレの先。そうだよね。ここを跳ねたんだよね。跳ねた。あー、で、ちょっとワンピンいっちゃったかもしれないですよ。あ、溝に。違うんかい。ここにもあるけど違いました。多分ないですね。ないか。残念だ。残念だ。ボールは左に消えていってしまって、ワンペナということで。ワンペナということで。はい、黄色くい。うん。まあまあですナイスアプローチ。まあまあ、いやー、ナイス。あ、OK。オッケー、いいんじゃない？いい？いいんじゃない？うまい。ボギー。まさかの左が狭すぎたね。なんかしかもめちゃ跳ねちゃった。そう、コンって感じだったよ、なんかその辺。残念だね。うん。しょうがない。はい。ちょっと雨降ってきた。本当だね。うん。はい。これ使う？うん。はい。めっちゃ硬い。ねえ、待って、ティーどこやった？ティー見てなかったな、私。ナイスオン。ナイス。あった。はい、はい。はい、8番でいきます。はい。うん、ナイスオン。何、グローブ？グローブ。このグローブがめっちゃ良くて勧めたんですよ。うん。で自分使ってないんですよ。めっちゃいいですこれ。どれ？このゼロヒットって。あ、ゼロヒットね。はい。めっちゃいいです。雨が強くない？雨の日とか。やったことない。あ、そっか。いいです。めっちゃゼロヒット。ゼロヒット。おすすめ。おすすめです。おすすめ。いい感じ。さあ、
バーディートライ。バーディートライ。いやー、頑張るぞ。入れそうで。オッケーでしょ。これじゃあ撮るね。よし。弱い。オッケー。はい。デスパ動けません。なかなかバーディー取れなそう、ね、グリーン重たくなったような気がする。確かに前半人より、うん、そうただまとめた、はい、んどうやって打てばいいんだろう。上ドライバーダメだって。ドライバーダメ、わかんないよ。ドライバーボールあと1個しかないんでやめとく。全部忘れちゃいました。ボールさっきなくなったから。まずい、なくせないね。ドライバーやめます。本当はでもショートカットはご遠慮いただきって書いてあるもんね。でもドライバーじゃなきゃいいんですよね。うん、直接打つなってことでしょ、うん、こういう感じです。5番、うん、クリティそう一緒、もういける。うん、なるほど。ここもないから。しずくちゃんちょっと男前だよね。え、動きがわかる。わかります。どういうところがですか。なんかなんだろう、うっすみたいな。えー、本当ですか。うん、ありがとうございます。うん、褒められてるよ。褒めてる褒めてる。うん、構えるとさ、うん、見えなくないどこを狙うのか。全然見えない。とりあえず右狙ってみる、うん、うん、ちょっと真似してみる、うん、右え、いいよね。もういや、マジマジマジ見えないかも。マジ？あ、マジ？マジ？マジ？でかいかも。え、でかいの？それで？マジ？マジ？マジ？そこ狙ってると思わなかった。うん。ちょっとやめます、私は。ちょっと真似できない。ハタハタ方向かな、あれは。あ、ちょっと左目ですね。まだ、ね、ひどはないよ、ね、あ、でも、なるほど。意外と、ああ。あの上行くと思わなかった。嘘だすごいとこ攻めたね。思わなかった。そう、うん、ドライブで選んでるかも。もっとやってよ。でもダメって書いちゃった。ダメって書いちゃった。ダメだからね。うん、こっちダメだから。でもどうしよう、どこ行ったかな。ね、全然わからなかった、はい、ね、行ってないパターンが一番嫌じゃない。嫌だろ。いい感じに打ってない時あるじゃん、たまに。うん、いやでしょ。あるね、可能性。でも大丈夫だよ、多分。でかそう。大きかったらあるんじゃないの。大きい分にはね、手前だといけじゃん、うんうん。駅は全然だった。駅？ちゃんと行きなよ。うん、安全に行くんだよ、安全に。あった、全然。全然いいじゃん。あ、全然。あ、本当でも大きすぎたもやばいんだね。すごいじゃん、逆に。よかった。危なかった。全然見えないじゃん。なんだよ、言ってよ。確かに全然大丈夫なんだね。
ちゃったもんね。見かけ倒しかよ。見かけ倒しでした。全然平気じゃない。125.8 でいきます。はい、いい、いいよ。おー、でかい。でかかったね。だいぶでかい。ちょっとでかいだと思ったらだいぶでかい。気合入ってます。いい感じ。おー、近いんじゃない。おー、ふぅ、ナイスオン。ありがとうございます。近いです。さすが部長、落ち着いてますね。はい、頑張ります。乗った？乗った。いい、いいじゃん。でかいわ、火を。でかいよ、めっちゃ。おのり、おのり、どうしようかな。どうする？難しい。確かに。難しい。うん、ナイス。頑張った。うん。ナイスです。危ない。スパ。危ない。はいよ。ありがとう。危なかった。ナイス。よかったね。よかったね。ダメだね。はい。はい、ありがとう。行かない。行かない。次ロンかな。あ、ロンはチャンスだよ。そうだよ。じゃあチャンスって言っても二人ともチャンスになっちゃうからね。そうだよ。ね、そう。行きます。